久保さん。今回は最大の、最大の投資場所、投資、最大の投資するべきところみたいなテーマにしましょうか。これは完全にですね、はい、動画ですね。動画。もう動画、YouTube 一点張り、YouTube にかける時間を投資する。で、これが一番いいと思います。で、さらに言うと、いろいろとにかくめちゃくちゃテストしまくるってことですね。 だから、久保さんとかもそうなんですけど、まあ僕もそうですけど、もういろんな動画アップしてるので、あの、広告単価ね、あ、え、これ、こんな高いのとか、もう、他の人がね、他の人は一つのジャンルでね、なんかやってますけど、もう僕と久保さんもうぐちゃぐちゃなんですよ。だぐちゃぐちゃだからデメリットももちろんあるんですよ。デメリットも。デメリットもあるけど、メリットもあるわけですよ。それが、穴場キーワード、儲かるキーワードもどんどん上がるわけですよね。再生数全然少ないのに、こんな単価あんのみたいな。 ね、久保さんよくありますよね、多分ね。僕もあるんで。マジか、ここすげえな、みたいなね。でもそれはいろんなテストしないとわかんないし。うん。だから、あとは、なぜ YouTube に、あのー、投資するべきなのかっていうと、やっぱ圧倒的に時間が増えるってことですね。時間が。で、あのー、お金はね、あの、頑張れば、ぶっちゃけ、どんな方法でも増やすことはできるんですよ。 別に会社でもいろんな職種があってそこで給料安い高いあると思いますけどお金は稼ごうと思えば頑張れば稼げるわけですよただし時間を稼ぐっていうのは非常に難しいんですねだって24時間しかないわけじゃないですかで時間を増やしていくこの発想概念っていうのが難しいですよねただ動画に関してはあの自分の分身を作ってるので別に僕が喋らなくても今日喋らんなくても 昨日喋った僕が勝手にまたなんかね喋ってくれてでなんか集客してくれたらええとかねお金になったりするわけじゃないですかだから本当に僕はねその収入と時間のブラバランスっていうのは本当に大事だと思うんですよねだからあのどうやって時間を増やすかっていうことを考えてどこにどこに投資をすれば時間は増えるのか この時間を増やす。みんなはね、投資って言うとお金を増やそうと考えてるんですけど、まあそれも大事ですよ。大事なんだけど、一番大事なのは、あの、時間を増やすことです。どこに投資すれば時間が増えるのか。これの考えてる人は少ないんじゃないかなと思います。で、お金いくらね、1兆円、2兆円あったとしても、その2兆円でタイムマシンに戻ってね、買ってね、過去に戻れないんですよ。 だから時間が一番価値があると僕は思ってるんで、じゃあ時間をどうやって増やしていくっていうところを考えないと、だって人生には賞味期限があるわけじゃないですか。その賞味期限の中でやりたいことをやらないといけないので、わかりますで、この賞味期限の中で買いたいものを買うとか、やりたいとこをやるとか、行きたいとこ行くとか、やらないといけないわけですから、だからこの時間を増やしていくっていうことをマジで考えるべきですね。いってらっしゃい。